こんにちは、ひなたです。さあ、ということで、ちょっと今日は思いつきでカメラを回してみましたけれども、今ですね、リモートでのお仕事が終わりまして、夜の7時34分でございます。リモートの仕事の時にこのライトをここに置いたから、せっかく出したから回すしかない。でも無計画。ちょっとさ、お腹空いたんで、今、家にこれあったんですよ。カムジャメンって知ってます？さ、ジャガイモの麺やねんけど、もちもちの韓国のやつね。結構前に業務用スーパーで買って、ラスト1個あったんで、ちょっとこれを食べたいと思いまーす。さ、ということで、キッチンにやってきました。あはは。ちょっとゴミがガサガサ言っててすいませんけど。このキッチンに来るのも久しぶりじゃないですか？自炊の時リモートご飯の時のご飯作る動画みたいなやつのね。あ、ちなみにさ、今日私見てくださいよ。チェックシャツ、2枚着てます。見て、2枚着てるから。SNS でフォローしてるショップ店員さんが、これをやってて、すごい可愛いと思って真似しちゃいました。オーバーサイズのチェックシャツを2枚着て、ここ合わせると。これも色違いやからこれで着てるけど、普通ちょっとやりにくいかもしれないですね。ちょっとじゃあ、カムジャメン作っていきますか。でもね、これなんか野菜を適当に入れたいんですけど、ちょっと冷蔵庫見るわ。ひなた TV。キャベツと白菜どっちが合うと思います？あ、とりあえずキムチ。あ、これね。吉野家のキムチが一番美味しいってことに気づいたんです。いろいろキムチ食べてるんですけど。マジなんか甘さとか辛さもちょうどいい。これ、採用。ウインナー。これも入れといたろ。採用。白菜とキャベツあんねんけど、どっち使おうかな。白菜。でも白菜の方が先食べてまわなあかんか。採用。あといてて、舞茸。あるんで、これも採用。ほな、こんなもんでやらせていただきます。嘘やんか、寂しい思いさせへんやんか。いるやん、あんたが。ひなた TV。 言ってなかったけど、私ね、ウォーターサーバー導入してるんですよ。だからいつもはここで熱湯を入れてやったりするんですけど、今日はちょっと白菜の火を通したいから水から作ります。白菜はもう適当にランダムにザクザク。ね、まさかの白菜映ってへんやん。想像で楽しんでください。ザク。え、ちょっとほとんど白菜いける。で、水も入れちゃいます。ウォーターサーバーで水を入れます。じゃあ、なんて便利なの？でれれれ。こんなもんか。あ、白菜から水出ますもんね。はい。はい。これで火をつけて、次は、舞茸をちぎり入れるか。ちなみに、こちらはニトリで買った、嘘の葉っぱです。ほんまはね、ちゃんとした料理をさ、動画に収めたりしてもいいかなと思うんですよ。作らんことはないんですよ、私。こういうのとか、たまにね、めっちゃ本気モードになった時、めっちゃこういうの私作ったりしちゃうタイプ。コンロ1個で。でもね、今日はもうカムジャメン食べたいっていう気分やし、しゃあないな。しかもこういう本気料理を出す時って、撮ってる場合じゃなかったりするんですよね。うん、何の話しよっかな。でもね、お家に今ね、この麺もそうですけど、レトルトの食べ物が家にすごいありまして。というのも、私ね、12月前半に流行りのと言いますか、ウイルスにかかってしまいましてですね、それでまあ2週間家に隔離されてたんですけど、なんかその時にお家から出れないから、いろいろ家に送っていただきまして、レトルトをね、いっぱい送ってもらったっていうのもあるし、ほんまに味覚と嗅覚がなくなってしまって、飯食う気なかったから減らんかったっていうのもあります。
えらいもんですよ、ほんま怖いね。ややこしい病気ですよね、ほんまに。頑張ろな、マジみんな。はよね、ライブとか大きいのもしたいですし、普通に自分もあのアーティストのライブとかも行きたいですから。好きなアーティストなんですか？そうですね、誰からの質問？リトルグリーンモンスターは本当に大好きで、歌もみんなすごい上手、なんかもう聞いてて気持ちがいい、スラスラし、耳心地、耳触りが良すぎる。そういった面で、あと元気になる曲もたくさんありますし、あとブルーエンカウントも私すごい聞いてますね。お芝居かなんかの時にブルーエンカウントいいよみたいな教えてもらったんかな。とにかくね、嘘みたいに元気出る曲とか、明るい曲歌ってはるから、なんか走ってる時とか聞いたりしたらすごい元気出る。やばい、嘘ついたかも。私走ってる時って言うけど、半年に1回走りたくなる日があるかないかなんで。マジ嘘ついたかも。でもなんか気合い入れたい時とかに、はい、聞いたりしますね。あと、あ、そうそうそう、 K-POP 好きですからね、私。ブラックピンクがすごい好きです。うん、言ってるうちにグツグツしてきましたよ。ダントとか、あ、換気扇回す、忘れてた。うるさいかな、うるさい、いいか。あ、いいやん、すごいキノコの匂いがしてきましたよ、いい感じ。じゃあこのタイミングでウインナーいっとく。ウインナー切った方がいいんかな、このままでいいか、こんなもんね。4本入れました。ワンパク飯やな、こんなん絶対人に振る舞われへんわ、マジ大学生やん。でもさ、こんな料理の時も皆さんありますよね。そうですよね。カムジャメン入れとくか、ほんなら。やばい、白菜入れすぎてカムジャメン浮いと。早く。え、インスタントラーメンを具なしで普通に食べたりします？皆さん。私絶対せえへん、絶対野菜と か, なんか家にあるものをこうやって入れたりするんですよね、まあ、入れすぎた結果こんなことになってるんですけど、ちょっとこれスープも先入れていいやつ。ちょっとどうしよう、今回でも野菜入れすぎた。アレンジというかもはやって感じ。蓋しといたのかな。で、湯気でね。日向 TV。 さあ、ではグツグツをしてる間に私のキッチン周りの紹介、なんか最近買ったものの紹介でもしようかな。あ、まずこれ、じゃじゃーん、これ梅酒なんですけど、ノンアルやねん、イエーイ。アルコール飲めないんでね、私。これなんかネギッシュっていう埼玉のローカルの番組のレギュラーをさせていただいてるんですけど、それのロケ先で酒屋さんに行った時に売ってて、この梅酒有名らしいんですよ、トロトロの梅酒で。それの味ほとんど一緒で、成分もシンプルなノンアルのを出したということで、ほんま梅と砂糖と蜂蜜しか入ってないです。これをちょろっとだけ入れてお湯で割って飲んだり、あとね、私家にスポーツドリンクがめっちゃあった時期があって、それこそコロナの名残というか、スポドリを温めてそれで割って飲んでも美味しかった。スポドリのあったかく飲んだらめっちゃ美味しいですよ。あと他おすすめのやつは、おすすめというか、あ、これ買ってん、私オートミール。これもこの間業務用スーパー行った時に売っててさ、オートミールってめっちゃ効くやん。で、買ったはいいけど、まだ食べ方わからなくて食べてないです。え、なんなんって感じじゃない？オートミールって。もう、何者？みたいな。マジなんなん？シリアルみたいな味？みたいな、はい。もうマジで味の想像がつきません。あ、こんなんも買いましたね。美味しいカフェインです。私カフェインすごい弱くて。一日一杯以上飲むと、すごい気持ち悪くなったり寝れなくなったりするので。私コーヒー家で飲まなくて紅茶が大好きなんですけど、フィルタータイプのコーヒーをこの間いただいて、で、このね、ウォーターサーバーで飲んだ時の香りがなんかカフェみたいな匂いして、めっちゃええやんと思って、生活に取り入れていこうと思って、なんかこれ買いました。日向 TV。 いい雰囲気が出てきました。そうこうしてるうちに。でも、麺は未だに浮いてます。これをちょっと、
どうにかして下に沈める作業をしていきます。コップが割れそうでした。でもこれ味薄いかもしらん。結構ね水分多いし、味見もせんと味足したろかな。なんか雰囲気で何足します。なんかないかな、足せるもの。醤油とかちょっと足しとこかな。割り適当。さあここにキムチはね、あと乗せでもいいんですけど、もう煮込んじゃおうと思います。えねえ、美味しそうやで。適当に作った割に、ちょっと近くで見て。え、美味しそうじゃない。やばー。よし、じゃあ最後に混ぜて、うちの家で一番大きい丼に大胆に入れちゃう。入るかな。白菜を風味付けにごま油を入れて。何トッピングしたらうまそうかな。塩昆布とか乗せる。美味しそうやんな。塩昆布を乗せて。ひなた TV 完成しました。カムジャ麺のアレンジというか、冷蔵庫の余り物飯。いただきます。思ってる以上にカムジャ麺煮込んでもうてさ、ほんまは 2,3 分とか書いてあるのに。これでね、多分4袋目か5袋目なんです。今までで一番うまい。なんで塩昆布かな、キムチかな、ちょっとだけ醤油、え、舞茸かな、白菜かな。めっちゃ美味しい。え、奇跡。なんかなんともない動画でまあまあな味のもの足してたら、ほんまなんやったんこの動画ってボツになるとこでしたけど、うますぎて採用。ということで、私が冷蔵庫にあるものでカムジャ麺を作って適当に雑談して食べるという一連の流れを皆様には見ていただきました。これを見てくれたということはお暇だったのでしょう。本当にありがとうございます。私のお時間を割いていただいて。カムジャ麺の他の食べ方あるよとか、なんかラーメンにこれ入れると私は好きとか、なんか何でもいいのでコメントあればお待ちしております。ぜひチャンネル登録とコメント高評価の方よろしくお願いいたします。以上、ひなた TV でした。バイバーイ。